多治ヒハイ島跡、タジヒハイジ跡、多治ヒハイ跡の位置。多治ヒハイ跡は、大阪府堺市三原区治ジにある古代寺院跡。と跡は、大阪府指定史跡に指定されている。大阪府南東部、東よ川西岸の中位団球場に位置する。かつて公認年間に、工房大師によって、徳泉寺という寺院があったと伝えられ、その後の調査によって、公認年間よりも遡る。 次期の寺院の存在が確認されている。2008年に大阪府教育委員会による発掘調査が実施されている。ガラン配置は不明。主要ガランとして反築を伴う陶器団のみが確認されており、陶心素が依存する。出土瓦の様相によれば白宝器の7世紀後半頃の創建と推定される。一体は、 新戦聖白く地区につかみ別に見えるタジヒレンの本願地とされることからタジヒ氏の氏寺としての創建と推定され大阪府内では貴重な古代寺院遺構として重要視される東亜都域は2009年に大阪府指定史跡に指定されている創建は不詳発掘調査によれば白宝紀の7世紀後半頃の創建と推定される公認年間には 工房大使によって、新言州洋山徳泉寺が改装されたという。昌平年間、徳泉寺は、楠木正幸、細川剣氏による藤寺合戦の際に消失した。その後に再興されたが、天正年間に、松永久秀が、徳泉寺の画乱破却の上で、徳泉寺城を築城し、それも、松永久秀の敗退に伴い廃棄されたという。 江戸時代の天羅年間に総会園が徳泉寺を再興したというが1939年に消失している。ありがとうございます。